横山静雄は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。福岡県出身。村役場収入役、横山六の長男として生まれる。中学練習官を経て、1912年5月、陸軍士官学校を卒業、同年12月、不評消委任官不評、第24連帯付となる。1925年11月、 陸軍大学校を卒業。不評、第24連隊中隊長、参謀本部付勤務、参謀本部員、朝鮮軍司令部付、欧州出張、関東軍鉄道線区司令部付、同鉄道線区司令官、関東軍司令部付などを歴任。日中戦争では、不評、第2連隊長として出征し、河北官邸作戦、助手会戦に参加。 1939年3月、陸軍少将に進級。第二野戦鉄道司令官、第一野戦鉄道司令官などを歴任し、1941年10月、陸軍中将となった。1942年6月、第八師団長に親保され、満州の鳥根意見に駐屯。1944年12月、戦局の悪化に伴い、フィリピンに派遣され、 1945年3月、第41軍司令官を兼務、山岳地帯にこもり自給船を展開した。終戦後、戦犯として逮捕され、1949年5月、フィリピンのマニラ法廷で死刑判決を受けたが減刑され、1953年12月、スガモプリズンから釈放された。ありがとうございます。